ベネット・アルフレッド・サーフは、アメリカ合衆国の出版社で、ランダムハウスの共同設立者である。自作のジョーク、ダジャレ集や、テレビのゲーム番組、ホワッツ・マイ・ラインのレギュラー回答者を務めたことでも、知られる。ベネット・サーフ・ベネット・サーフは1898年5月25日、ニューヨークのマンハッタンで、アルザス系、ドイツ系のユダヤ人の家庭に生まれた。 父のギュスターブ・サーフは石版画家で母のフレデリカ・ワイズはタバコ販売の財閥の相続人であった。母はベネットが15歳の時に亡くなり、その後すぐに弟のハーバートがサーフ家に引っ越してきて10代のベネットに文学的、社会的に強い影響を与えた。1916年にタウンゼント・ハリス高校を卒業した。この高校は 出版社のリチャード・エル・サイモンや劇作家のハワード・ディーツの母校である。10代の頃は、マンハッタンのワシントン・ハイツにあるアパート、リバーサイドドライブ790番地に住んでいたが、同じアパートには、後に著名になった二人の友人、ハワード・ディーツとハースト新聞の経済編集者、メリー・ル・ルー・カイザーも住んでいた。サーフは、1919年に、 コロンビア大学のコロンビアカレッジでバチェラー・オブ・アーツを1920年に同大学のジャーナリズムスクールでバチェラー・オブ・レターズを取得した。卒業後はニューヨーカ・ヘラルド・トリビューン紙ミ記者やウォール街の証券会社に勤務した。その後出版社ボニアンド・リブライトの副社長に就任した。1925年サーフはボニアンド・リブライト社から モダンライブラリーの権利を20万ドルで購入する機会を得た。サーフは友人のドナルド・エス・クロッパーと50対50のパートナーシップを組んで買収し、独立して事業を始めた。サーフラはこのシリーズの人気を高め、1927年には自分たちがランダムに選んだ一般書籍の出版を開始した。これがサーフラの出版事業の始まりであり、 やがてこの事業はランダムハウスと名付けられた。ランダムハウスのロゴにはサーフの友人であり、コロンビア大学の卒業生でもあるロックウェル・ケントが描いた小さな家が使われていた。サーフは人間関係を構築、維持する才能に恵まれ、ウィリアム・フォークナー、ジョンオハラ、ユージン・オニール、ジェームズ・ミッチェナー、トルーマン・カポーティ、セオドアス・スース・ガイゼルなどの作家と契約を結んだ。 また、アインランドの著書、肩をすくめるアトラスを出版したが、この本で表明されているランドの哲学、オブジェクティビズムに、サーフは激しく反対していた。サーフは、ランドの誠実さと輝きを称賛し、二人は、生涯の友となった。1933年、サーフは、合衆国対ユリシーズ裁判で、政府の検閲に対する、画期的な判決により、勝訴し、 ジェームズ・ジョイスのユリシーズをアメリカで初めて無修正で出版した。この裁判はマーガレット・アンダーソンとジェーン・ヒープによるシカゴの文芸誌ザ・リトル・レビューにこの小説の一章が掲載されたことでわいせつな作品と判断されてしまったことを発端とする。1933年アメリカでの出版権を持っていたランダムハウス社は卒業を恐れずに作品を出版するために 暗黙の禁止令に挑戦するみ、訴えを手配した。そして、フランス版の本を輸入し、作品を積んだ船が到着した時に、アメリカ税関に押収してもらうように手配した。税関に本が到着するという通知があったにも、かかわらず、現地の職員は、誰でも持ち込むものだと言って、没収を拒否した。サーフラは、最終的に作品を押収するように説得した。その後、 連邦検事は法的手続きを先に進めるかどうかを決めるまでに7ヶ月を要した。この作品の歪説性を評価するために任命された連邦検事法はこの作品は文学的な傑作であるが法的な意味での歪説ものであると考えた。そこで地方検事が訴えを起こすことができる1930年間税法に基づいてこの作品を訴えたのである。サーフは その後、このフランス語の本をコロンビア大学に寄贈した。1944年、サーフはジョーク州の第一弾トライストップ目をカール・ローズの差し入りで出版した。1949年には2冊目のシェイクウェール、ビフォー・ユージングを出版した。1967年からは新聞の日曜版ディス・ウィークに週刊コラム、サーフ・ボードを連載した。 1959年、マコマガジン社から、サーフのジョーク、ギャグなどをまとめた、ザ・クリーム・オブ・ザ・マスターズ・クロップが出版された。1946年から1967年までと1970年から1971年まで、ピーボーデショーの審査委員となり、1954年から1967年までは、審査委員長を務めた。サーフは、 ミスアメリカで審査員を二度務めた。ホワッツマイラインの一シーン。左から、ドロシー・キルガレン、ベネット・サーフ、アルレーン・フランシス、ハル・ブロック、司会のジョン・デイリー。1951年まで、サーフは NBC のゲーム番組、風生ドザットに回答者として時々出演していた。この番組は、 最近のニュース報道から引用された言葉を誰が言ったものかを当てるというものである。1951年からホワッツマイラインに毎週出演し、1967年に CBS での通常放送が終了するまで16年間出演し続けた。その後、CBS フィルム制作の同番組の番組販売版にもなくなるまで出演していた。 セサミストリートナイデの同番組のパロディでは、ベネット・スナーフという名前になっている。この番組に出演していた頃、サーフは、ピュージェット・サウンド大学から名誉学位を、1965年11月には、ミズーリ・シューリバティにあるウィリアム・ジュエル・カレッジから名誉文学博士号を授与された。サーフは、1967年と1968年に、 コロンビア大学のオーラルヒストリーリサーチオフィスのインタビューを受けている。サーフはこれまでの人生で受けた賞の中でユーモア雑誌のイエールレコードとハーバードランプーンから受けた賞を心から誇りに思っていると語っている。1970年7月のアトランティック誌に掲載されたジェシカ・ミット・フォードの曝露記事ではサーフが設立した フェイマスライターズスクールのビジネス観光が非難されている。サーフは1970年にランダムハウスの会長を引退し、クロッパーが後を継いだ。サーフは1935年10月1日に女優のシルビア・シドニーと結婚したが、6ヶ月後の1936年4月9日に離婚した。1940年9月17日、ジンジャー・ロジャースのいとこである。 ハリウッド女優のフィリス・フレイザーと結婚した。二人の間には、クリストファーとジョナサンという二人の息子がいた。二人は、マンハッタンに住居を構えていたが、1950年代、初頭、ニューヨーク州ウェストチェスター郡マウント、キスコに不動産を購入し、亡くなるまでそこに住んでいた。マウントキスコには、サーフにちなんだサーフ通りという通りがある。 サーフは1971年8月27日にマウントキスコにて死去した。73歳だった。ランダムハウス社は1977年にサーフの自助伝 AT ランダムザ・レミニセンシーズ・オブ・ベネット・サーフを出版した。メリーランド州ウェストミンスターの郊外にあるキャロル軍のベネット・サーフドライブはサーフにちなんで名付けられた。ここにはアメリカ国内につある ランダムハウスの流通施設の一つである、ランダムハウスウェストミンスター流通センターオフィスがあり、ベネットサーフパークもある。SJ ・ペレルマンの1945年のフィーユトン、ノーダース・オブ・マース、フィル・アウト・ザ・クーポンには、バーナビー・チャープというジョーク本の出版社とペレルマンとの架空の出会いが描かれている。ペレルマンが百六十二年に発表した舞台、ビューティーパートでは、 ランダムハウスのベネット・サーフをモデルとした出版社チャーナルハウスのエメット・スタックが登場しブロードウェイではウィリアム・レマッセナが演じた ABC で放送されたシットコム・パティ・デューク・ショーの1964年のエピソードオールド・ラングサインではサーフをモデルとしたベネット・ブレイクが登場するトルーマン・カポーティを題材とした2006年の映画 インハマスでは、ピーター・ボグダノビッチがサーフを演じた。日本語訳。ありがとうございます。